ゴーストワイヤー東京、商品名にヤクザは絶対使うなよ。さあ今回もゴーストワイヤー東京渋谷を舞台としたゲームやっていこうと思います。前回地下に、渋谷の地下に入っていく敵を見つけて、今回はそこに行くのかな。これ地下街こっからも行けそうだけど、もう行っちゃっていいのかな。うわーなんかリアルだな。ちょっと待って、まんまじゃんこれもうこれまんまじゃない、マーク。これ東京の地下鉄のマーク、東京メトロとかのマークだよね。まんまだな。ゲームアプリお守り安直な名前。ここ入れんのかな。あ、ここは入れない感じか。ダメダメ、水使ってもダメよ。今イライラしてるでしょ。店長の肉、店長の肉、怖っ。商品名、店長が作った肉とかにした方がいいんじゃない。敵がいっぱいいる。あーマジで、あーもういっぱいいんだ。うわスニークしたかったな。まあいっか。ちょっと待って、火でいくわ。さあおいで、おいでおいで、店長の肉のように焼いてあげるから。全然来ねえ。待てよ、あっち側に行かなきゃいけないと。あーいるね。オッケーオッケー、落ち着いて、こいついけそうだな。まず、あ女子高生危ねえ。うわーもう気づかれた。もうおら、もう女子高生どこ行った。いた、ほっ、えい、でここは引き抜いて、よいしょ。で君もやめろやめろ。スーツクリーニングのお時間です。俺がクリーニングしてあげよう。これでな、えい、なんか水の威力上がってる。前回より強くなった感じする。あぶね、よし。さあこっからはスニークしたいね。またか、マジで。うわこいつかよ、こいつも苦手だよ。なんか持ってるしな、ハンマーみたいなの。なんか投げてきた、燃やそう、早めに燃やそう。はい、傘ガードがないとそんな強くないからなこいつも、所詮は。あーいっぱい来てんな、あぶね、当たってないよ。いてててて、オッケー倒した。で問題はあいつか。あレベルアップした。お何やってんだあいつ。え会社までの通勤とかどうしてたの、ね、どうやってたの。車で毎回行ってたんかなこいつは。まあこの場合はもう弓矢かな。弓矢でヘッドショット。おいダメージ入ってる感じないあんまり。強くね、弓は結構強いはずなのにな。あ倒した、オーケー。いやーでもちょっと強えわ。金すげえ金入った。よしで取る。おにぎり過去明太子、いいね。ここら辺の敵全員倒したか。またここに来ちゃったな。もう呼ばない、スクランブル交差点ちょっともうちょっとさ、スクランブル交差点、これちょっと思い出の場所なんだからさ。待って、できんの。ああもうちょっと触れさせてよ俺にも。ああなんかお天気カメラ、このよくカメラ俺見てんの YouTube で、なんかおすすめ出てくる時あんだよな。で、あー今日も人が多いわーって思って見てる。なんだこれ、切迫した書き込み、なんか変な霧が、みんな逃げてる、なんで。へえ、書き込みスマホに対してか。てか女子高生が消えた。最初の場所戻ってきたね。ここで一体何があったんだろうな。霧のせいで事故ったのかな主人公は。バイク事故っぽかったけど、ちょっとこれ炎を溜めたいからさ。なんだ、気をつけ、まただ百鬼夜行だ、百鬼夜行だ。これ最初見たよな。気をつけろって何、バレたら死ぬんかな。百鬼夜行なんか聞いたことあんな。こういうことを百鬼夜行って言うんだ。はい、すげえ。たまに渋谷で見るよね百鬼夜行。こんなもんか。じゃあ行こっか。まあ俺は今関係ないからな、あっちには。よしここか、入る、オッケー。あいつを追わなきゃ、あの般若の仮面を。死の迷路死の迷路っていう名前だったの今のところ。これなんだっけ、これなんだ、これ分かった、これか。はい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 、あいつのねあれが分かると。でこっちにもあるからちょっとこれだけ回収しとこうか。よし、
吸収だけして、ちょこっちも見とこ一応。うわ、デイリー山崎だ。デイリー忍者よかった、デイリー山崎がデイリー忍者じゃなくて。デイリー忍者だったら絶対流行ってないもんな、なんか。うわ、なんかここら辺もちょっとめちゃめちゃ荒れてんな。こっちの方行ってもなんもないのかな。一応見といていいですか。やっぱ探索したい。うわー、地下に、地下にこんなスーパーカーのショップ乗ってけない。さすが乗ってけないか。渋谷の地下ってすげえんだな。やっぱ吸収しよう。ちゃんと吸収して、これも壊す。うわー、ブランド品が売ってる。ここは結構高級露店。あ、またあの、あ、ここにもあると。まあ、まだいいね。吸収して、よし、こっからもなんか地下行けそうだね。でも向こうから行かなきゃいけないのかな。はっ。で、あやたかをもらっていくと。なんだこれ。ああ、防水格納箱。これは不思議な出来事が記されたメモ。昨日の夜は参ったよ。飲み会の帰りに家に入ろうとしたら入り口のドアが壁に見えたんだよ。どうやっても入り方が分かんなくてそのまま家の前で寝ちゃった。でもさ、起きたらやっぱり壁じゃなくてドアだった。普通に家に入れたよ。相当酔っ払ってたんだな。壁に見えたんだけどな。塗り壁とかいいんじゃない。塗り壁とかいそうじゃない。なんかなんでなんかミッションみたいなの増えたもんね今。塗り壁じゃないそれ。違うのかな。まあいいか。なんかすげえ演説してるけど、まあ俺関係ねえ。こっちだよな。うわ、スタバもあるわちゃんと。はいはいはい、こっちかな。はい、こっちだね。吸収しよう。うわー、駅もめちゃめちゃリアルだね。めちゃめちゃリアル。いる。スニークしよう。やばい、早く行った方がいい。落ち着いて。あ、切符の買い方分かってないのか。最近スイカ使ってる感じかな。切符は上の表を見て買うんだぜ。知らなかったか。よし、おやすみ。わー、リアルだなー、すげえなー。てこれ絶対まだいるよな。ちょっと一応見とこ周り。影はなしと。めちゃめちゃ幽霊がいるね。今の優しい声好き。もう大丈夫だよ。このベビーカー見るとマジで心痛むんだよな。さあ、こっち行ったか。丸分かりだぜ、お前の行動。こっち行ったと。うわ、あるある、都会のね。これ駅のホームとかにあるよね、こういうの。俺一回も買ったことないわこれ。なんか怖くて最先端すぎてなんか怖くて。これ取っとくか。掃除機。なぜここに掃除機あるんだ。こっち行ったと。めちゃめちゃリアルだな駅の感じ。すごいな。これもう電車マニアとかが喜ぶレベルじゃない。うわー、すごいですねっつって。こんなに再現されてるんですかってなってそう今頃。はいはいはい。でもこっちには何もないか。でも一応見とくよ。なんかアイテムとかあるかもしんないから。照明写真撮れねえか。さすがに無理か。向こうだね。でもね、オッケー、行こう。 80m。 そういえばさ、サブミッションのさ、近くにいるさ、タヌキを探すってもうどこの近くって話だよなこれ前回ちょっと適当に流しちゃったからな。消えた、消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。めっちゃ声聞こえるけど、なんかいるね。なんだこの中にいんのか。おお、なんだ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 、このシャッターなんだ。不動産屋が呪われてる。事故物件ばっか販売してるかもしんない。さては、いやー疲れた。おい、準備しろ。今のとか絶対無理だよな。こっち向いてたもんな、初めから。あれ待て、新種、新種来た。生徒会長来た。やべ、絶対生徒会長だあれ。やば、危ねえ。何投げてきてんだおい生徒会長。お前注意する側だろ。待て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 、やばいやばいやばい。なんか手にワッペンみたいなのつけてるもんね、ワンショットや。やっべ、なかなか強いじゃねえか。引き抜いといてやろう。よし、まだいんのかよ。炎使おうかな。ほい、でしっかり溜めて撃つ。よし、いやー引き抜いてる場合じゃないか。いてー、こいつめっちゃ回転すんだけど。よーし、
敵が硬くなってきてんな。ちょっとスキルアップしようか。強化できるかな。待ってよ、どれだ。シフトキー、炎を上げたいね。何体でも貫通し、傘やシールドも貫通する。爆発範囲が広がる。これやっとこっか。まあ炎ばっか強化してもやばいかもしれんけど、それでも俺は炎を。よし、でご飯食べとこう。これでまた強くなれた。うん、で食べよう、ご飯。よし、美味しい。強くなれて嬉しいんだな。いいもの食ってんじゃねえか。いらねえよ、腹減らねえからな。あ、そうなんだ、便利な体してんな。KK。やっぱ KK はかっけえ。KK かっけえ。こっちか。あ、いるね、あそこにもまた。でもちょっと待って、こっちもちょっと見とこう。あ、危ねえ危ねえ、取っといて。正解。で、こっちは、あ、なんかこっちも降りれそうだな。ちょっと待ってよ、でも先にこっちからちょっと探索したい。しておきたい。ゆっくり行くぜ。また勝ってる。なんだろう、切符を買うことに未練を残した幽霊的なことなのかな。お疲れい。よし、こっちは。でも目的地こっちっぽいな。同じとこで繋がったのかな。さては、あ、え、すげえ、自動扉が開いた。コインロッカー、あ、なんかある。おしるこだ。なんでコインロッカーにおしるこが。はね、コインロッカーは開けることはできないのか。こちらのゴミ箱には燃えるゴミ以外は捨てないでください。なるほど、しっかりしてるね。あー、これがさっきのとこかな。あ、そうだね、さっきのとこに繋がってね。タンポポ来た。なんだろう、バーなのかな。こういうとこのバーって一番うまいからな。薬のたたり屋、名前センス。なんかたたられそうなんだけど。まあ、こういうとこのバーが一番うまいとか言いつつ、俺行ったことないけどな、あんま。こういうとこのバー、あぶられずし、うっそー。あー、なんかゲームセンターみたいなとこあんな。ほんとはね、まとめていけないかな。よし、一発強すぎだろ。あー、で、あいつらもまとめて、はい、よし。あー、まだ生きてるか、一体。とりあえず回収して。あ、この椅子にも宿ってるか。さては、なんか出てきたな、今動いて出てきたけど、バグが宿ってるかもしれない。風もちょっと強くしたいよね。よし、ほっ、ゲイ。さあ、引き抜くだけでワンダーコア回収して。うわー、なんか昔のゲーセンみたいな感じ。彼岸地区、なんだこれ。お、何食べてんだ。ラムネ。いいセンスしてるね、ラムネとは。あ、なにこれ。 KK の報告書。なんで。高速道路上で起こった事件について書かれている。取得すると霊技ポイントを獲得できる。え、なんで、なんでここに KK のがあんだ。 KK なんか言ってくれよ。懐かしいね、これ。懐かしいんだこれ。技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。なるほど、そういうこともできんだ。まあ、もうちょっと待っていいかな。あれ、なにこれ。なんだ、招き猫取った。手招きをするポーズの、ね、猫の像、持ち主に幸せを呼ぶ。やった。え、なんでここにあんの。あったよ、上にも、あのビルの上にも。おかしいだろ、ここにあんのは。なんかいろいろ間違ってるって。あ、これなんだっけ。だるまだ。だるまもある。なんか怪しいね、ここ。そんなもんか。でも大木場に来たな。まだ下行くのか。なんか本とかもあったりして。渋谷の地下にこんなとこないよな。てかちょっとあれだよね、なんか雰囲気よく描いてるよね、さすがに。こんなとこあんのかな。まあでも渋谷だってあるかもな。あ、ヤクザーゲ来た。絶対にアウトな商品名。あ、いっぱいいるね。うわ、またあいついんのか。なんか違うくね。待てよ。うわ、なんかでけえ、身長がでけえタイプ来た。横にじゃなくて上に長いタイプ来た。あいつ強えぞ、絶対。スニーク次第、両方。よし、でも奥に気づかれたかな、もしかして。はい、ごめんなさい。
こっちに気づかれたらもうトモコもないな。今のダメだったか。燃やせ。よし、だいぶダメージ入ってるはず。燃やせ。よし、相打ち。さあご飯食べよう。はい、よし、強かったね。まあいるね、まだちょっと入れとくか。一回エドシーランに、エドシーランと電話しよう。定期的にエドシーランと電話しないといけない体になっちゃったから。俺も700体ありがて。でも結構お金貯まってきたと思うから、どっかコンビニ寄りたいね。よし、現代っ子なゲームだな。公衆電話以外はほとんどめちゃめちゃ現代っ子なゲームだからな。スノーボール、これが本気の雪合戦。いやいやいや、まあここまでは面白そうだけど、雪合戦だったらそんなに面白くないだろう。映画としてハリウッドがやってんのかな。ハリウッドレベルだよな多分今の感じ。こっちは面白そう。こいつだけか。パンフレット見てるな。はい、お休み。よし、あ、ここにもいる。え、いや、なんで、中か、通りの中か。なんか喋ってる。あの人どこまでついてくるんだろう。なんだ、ストーカーされてんのか。うわ、びっくりした。敵これ。いや、行儀をつけてびっくりしたんだけど、敵か。危ない危ない、ちょっと溜めちゃった。これ溜めちゃった時ってこうやって変えたらいいんだよね。トイレだ。これ女子トイレじゃね。女子トイレをこんなゆっくりと見ていいんか。なんかリアルなゲームすぎて罪悪感あるぞ。男子トイレ見よう。なんかいそうだな。なんもいね。あ、え、そうなものはあるな。包丁、花子さんの包丁。学校のトイレにある会、花子さんの持ち物。ここに刺さってたよな今。花子さんって男子トイレにいんの、おかしくね。でも別に花子さんが出てくる気配はない。いや、この後出てくるのかな、もしかして。花子さんに助けを求めに行ったパターンかな、あいつが。うわー、めっちゃリアル電車。回送だ。おいおい、アナウンスバグってるぞ。なんだこれ、なにこれ、なにこれ。提灯お化け、下は健康のバロメーター。とりあえずお金だけ取って、電車に乗るわけじゃないんだね。うわー、めっちゃリアルだな中も。うわ、すっげーな。うわー、線路歩いてくんだ。もう怖えって。なんかここ歩くのちょっとリアルすぎて。動き出すなよ電車。止めることになるからな、ピーター・パーカーのように。待てよ、これでも一応こっち歩いてった方がいいんじゃないっていう俺の気遣い。急に発射したらさ、引かれる可能性あるからさ。地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺も。俺は仕事で何度かあるぜ。あ、そうなんだ。国の番犬ってやつか。警察官でこんなとこも歩くの。化け物退治の方だよ。あ、化け物退治もやってたんだ。ってか埋まってる。どういうこと。なんかある。なんだこれ、おにぎり。なんでこんなとこにおにぎりがあるんだ。怪しすぎるでしょ。なんだろこれ。ね、これなんか撮った。犬神のミイラ。いや、恐ろしいもんしかないじゃん、渋谷の地下。皆さん、渋谷の地下にはもう本当に気をつけてください。はい、こっち側かな多分行くべき場所は。ここ開くのかな、開いてる。なんかあるなあ。あー、待てよ。起きてね。されてないだろ絶対に。おとなしい歓迎がありがたいよ。本当だよ。さあよく見て、大丈夫か。あ、なんかある。一応回収しとくか、これも。なにこれ。あ、ただのあれか。ここらへん。お、なにここ。あ、なんか古い改札。現代のものではなさそうだね。使われなくなった駅ってことか、それは。ここは開けよう。なにここ、どこ。めちゃめちゃ面白そうなんだけど。もう渋谷ではない、どこかだねこれ。マップ見てみる一応。ほら、もうマップにない場所。怖いね、なかなかね。とりあえず飛び降りてみるか。飛び降り全然問題ないからな、このゲームは。何これ、
水かただの。ああ、パソコンがある。パソコン取ってくな。ある科学者が残した音声データ、娘について語られている。こっち行こっか。なんだ？おいおい、やべえって。やべえ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 、マジで。見たことあるって、こういう催し物。なんか俺、見たことあるんだけど。なんで主人公何も言わない？一番やばい状況起こってるじゃん、これ。なあ。すごい。ここだけ重力ないんかな。下からすげえ風吹いてて傘と一緒に飛んでってる的なこと？何これ。おっと、上もなんかありそうだな。でも奥、地下にこんなところがあったんだな。これなんだろうね。気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ、うん、なるほど。化け物そのものだな。まあなんかあれだよね、東京の地下にはさ、その雨がめちゃめちゃ降った時にさ、洪水にならないためにさ、水を溜めておく地下施設があるとかないとか、それなのかな、もしかして。東京の塔か、東か、ただの東だったね。東西、もっと上も上がれるけど、ちょっと見てみたいな、いろいろと細かく。え、こっち、あー、繋がってんのか、さっきの場所と。こっから行っても良さそうだね。ちょ、もう一段上まで上がってみようか、一回。気になる。なんかホースとかも繋がってるし。なんかあるか？うわ、なんかあるな。一応見とこう。こんな上まで来るなんて、まさか。あー、でもなんかあっちも開いてんね、扉が。あれ、これ関係ないのか、これ。おい、めちゃめちゃアイテムっぽかったけど、なんもないんか、これ。紛らわしい色してたな。こっちは？開ける。何ここは？落書きめっちゃされてるけど、誰か来てるじゃん、ここに。誰かにバレてるだろう。誰にもバレずに言ってたけど。わあ、苦しんでる。もう大丈夫だよ。こっちは何もないか。こっからも迎える的なこと。なんだここは、本当に浄水場的なことか。うわあ、俺が今自分がどこにいるかが全くわからないけど、こっちで合ってんのかな。いてない。待って、これどこに行けばいいんだ、本当に。わけわかんねえ。だいぶ上まで来たことは確かだけど、行き止まりとか言わないよね。行き止まりじゃん、行き止まりじゃん。あ、ここか。焼かないよ。なんか後から来そうだな、ここ。俺の良くない癖が出てる。後から来る場所先に行っちゃうっていう良くない癖が出てるかもしれん、これは。もしかしたら、さあ一段降りてこっちだね。こっちから行ってみようか、一回。上から、俺は上からのルートで行くぜ。俺は下には降りねえ。下には絶対やべえやつがいっぱいいるからな。わかるんだ、俺には。よし、ちゃんと道は繋がってる。さあ気をつけろ、敵がうじゃうじゃいるはず。高みの見物と行こうか。お、空中に浮かれたか、ゲット。そこか、上から登場してやろう。よし、一番かっこいい登場の仕方じゃん、これ。鳥がある。何ここ、地下の神社。なんだここ。ここにあいつがいるのか。だといいがな。まあいるんじゃない、痕跡あったもんね。何か感じねえか。なんかカタカタ言ってるね。おーい、真後ろ。あー、危ねえ。消えた。やべえ。警備員。なんじゃこれ。ボス戦来たー、急に。おー、なんだこのフィールド。うろたえるな。いたたたたた、いたたたたたた。何このフィールド。聞いたのか。ああ、この調子でコアを露出させろ。聞いたんだ。全然聞いてる感ないけどな。まあ、あ、水使い君、もしかして。じゃあ炎で行こうか。ちょ、回収したい。ちょっと一旦回収するわ。で、しっかりご飯も食べえの。ご飯食べえの、回収もしいの。で、危ねえ。ちゃんとためえの。
え、なに？なになに？あぶねえ！うわ、強すぎそれは。あの、防御しなきゃいけないか。動きいいね。やば。無理受け止めようとするな。なるほど、じゃあどうしたらいいの？飛び越えられるはずだ。飛び越えた方がいいんか。なるほどね。はい、とりあえずです。いや、炎やっぱ効くね。はっ、めっちゃ効いてる、めっちゃ効いてる。とりあえず全部打ち込むわ、炎を。あ、なんかガードしてない？ガードし打たないよ、ガードし打たないよ。そんな負けは分かってるのは打たないよ俺は。よし、俺のが隠しできる。一旦ここに座って時間を取ろうか。あぶねえ、あぶねえだろ。あえてか取りたい。あ、持ち物いっぱいなんだって。やべ、すぐ食べて、しっかり回収して。待てよ、で撃つよ、もう一発。お、君も炎か。やべえ、あいつ誰よりも誰も戦ってんだよ。何、そうやって同情を誘ってくるタイプ？同情を誘ってくるタイプ？やべ、何の家族さえも化け物がわめいてるんだ。怖っ、そんなことしてくんの今時の化け物って。わめいてくんの。はっ、とりあえず俺炎打ち込みまくるよ。いてててててこれどうやって避けたの。やべえ、いて、ちょっと待って、ガード全然できないんだけど。待って、しっかり溜めて。あんま溜められないね、よくないのかもね、あんま溜めんのは。ちょっと麻痺させてみる。いいか。あ、してない。あ、麻痺してる。いや、してない。どっちだ。まあこういうボス系はしないかな、麻痺とか。危ね、炎いいね。あーべ、あー遅いな。はい、しっかり待って。あ、なにこれ、邪魔。ご飯食べて、炎にして。やべやべやべ、痛え、それ。いや、ガード溜めたやつとガードがマジできないんだよ。待てよ、タイミング見て。はい、しゃあ来た、完璧です。初めてですよ、僕のコアの引き抜きを阻止させたやつは。え、危な、ナイス。あ、仮面取れた。え、手間取らせやがって。顔が見えるのか、ついに。まさか、なんだ、なんだ、どうした、誰だ、お、誰だ、どこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと、誰だこれ。早くこてろ。あ、待て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 、ケンケン、おい、やめろ。こいつ誰だ、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。俺、俺の体を操る人形にしてやがった。何、ケンケン、倒せってのか、俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す、奪い返せんの。うわ、うわ、かわいそう、KK めちゃめちゃ二日酔いみたいになってる。あー、出された、俺の体。いや、無理だって絶対、やめた方がいいんじゃないか。あー、捕まった。持ってかれた。お兄ちゃん、また忘れてるでしょ、今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの。逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違う、違うんだ。毎回逃げていたのか。お、どうなった。あ、ケーキいなくなってる。その状態でも生きれるのか。戻ったのか。え、
能力は？ない。KK 引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。あれでだとしたら、出ない。やべえ、ただの一般市民へとなってしまった。消えてる全部、力も経験も。どうすればいい。マリオ、どう探せば。これ絶望的だな。あの場所に帰るってことか、経験のアジト。あそこなら。でもこれ幽霊たちに見つかったら終わるもんな、帰り道。どうやって帰るんだろう俺は一体。弓だけ。経験の力がないから。やば。正面突破は難しいな。はあ、なるほど。弓もないしな、弾。経験と分離すると霊力を用いた行動が大きく制限される。戦闘中はエーテルショットなどが使えなくなり、霊視や特殊な移動等が不可能になる。なるほど。これだから弓矢もないからさ、俺麻痺しかできないよ。あーでも、でもこれ、なに？これ KK がやってたわけじゃないの、この持ち方。あの麻痺大丈夫なの？こいつ一般市民じゃねえわ。このこれはなんか素なんだ。素でこういう持ち方すんだ、お札を。やべえな。やばいな、マジで。手癖悪くなっちゃってんじゃん、ほんとに。いやー、これやばいぞ。場所もわかんねえもんな。はしごだな、これ。やばくね、これ。いけんだっけ？弓はあるの？あ、いけんだ、これは。なるほどね。スニークはできんのか。続けていこう。オッケー。KK じゃなくてもな。矢印あるからこっち行くわ。まあ、今回スニークということでね。了解しました。とりあえずこれは金の回収はできんだ。普通の人間に戻ったはずなんだけどな。これでもさ、場所わかんないもんね。避けていくしかないね。わあ、KK がいない。俺なんてただの無能の豚だよ。ここ行ける？よし、上から行こっかって思ったけど、別に意味ないな、あんまり。あそこにいんのか、厄介だな。バレるバレるバレる。危ね、バレる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 。こっちにもいんのか、厄介だな。あーそこにいんのね。めっちゃいるじゃん。どうするよこれ。めっちゃいるよ。待てよ、これは危ね。弓だな。弓で、あいつを、いや、いいいい、危ね。ナイス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 。よく思いとどまった。今のうちに行こう。危ね。今のうちに行こう、今のうちに。よし、この階段の下を。よし。もう金があるけど、目もくれない、俺は。金よりマリ。金より KK。KK ってちなみにコインコインって意味ね。まあ倒したい気持ちもあるけど、やばー、マジかよ。凄腕美容師いる。なんでこいつがいいんだよここには。やーべ、あいつどう徘徊するんだろう。ちょっと待って、なんか食べ物あるけど俺はもう無視する。あそこ上上がんのか。さっき行った場所でしょ多分これ目的地。これちょっと待って、行った方がいいな。走れ走れ走れ。見つかんな見つかんな。よし、やべ、いる。あ、まずい。超まずい。これ。あ、超まずい。ちょっとみんな。これ超まずいぞ。向こう向け、向こう向け。向こう向け。とりあえず、凄腕美容師は戦わなくてよさそう。やべえ、来てる！正面対決絶対無理だもんな。トイレあるね、今日も。ハサミを。毎日トイレるそうだからね、やっぱ凄腕美容師にまでなると。芸能人のスタイリストとかも結構やってるらしい。あそこのレベルまでなると。じゃあ、おやすみー。
えい、で上上がろうか。まだいいのかな、これ見逃しといていいよな本当に。待てよ、いない、ここはいない、いない階段か。もう行っちゃうよ一気に。でも意外といけるもんだね。あーそこに金あんな、取っておこうか。見つけた金は回収しておこう。ほい、よし。でこれがなんか食べ物なんだ、焼き鳥だ、一番うめえよな。俺コンビニのホットミールで一番好きかも焼き鳥。あ、てかあそこに金あったんだ、まあいっか。はい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 、え、まだ上？だからさっき行った場所行くんだよね多分。え、違うのかな、あーなんかいっそ、うわーマジか、うわー怖え、逃がすな。オッケー、敵がいるってわけかな、いるねー。いや一応弓構えて、まだいるのか、なんとか切り抜けなきゃ。喋っちゃダメだよ絶対、なんで喋んの今、一番スニークしてる時なんだから。めちゃめちゃバカな、もしかして。なんで自ら気づかれるようなことをしていく。これ待って、取れてない、え、あ、取れないのかこれ。そっか今エーテルショットがないから。あいつ怖えな、これ時には大胆に。バレマ、これバレマ、あーでもそんな強くない、危ねえ。一撃だったらまだいいね、追いつきたかったけどね。でも弾は4発しかない。わあなんだ今の、なんだ、何が見えた今。ああまたあなたですか、追いつけますかねこれ。やべ、待てよ、弓取る前に、はい、よし、オッケー、これで完了かな。オッケー、あ、いる上にも、危ねえ、開けてる、開けようとしてる。そこ開かなかったんだよさっき。でも今回は開くんじゃないか、君が殴っててくれたおかげだよ。お疲れー、こんなもんか、よーし出れそうだな、よし。 KK のアジトまで帰るのも結構大変そうだけどな、行けっかなアジトまで。お、渋谷の地下探索終わりか。外か、出てこれた。あのマンションは、うん、北か、工事現場すぎるな。あ、なんかある、え、招き猫だ、やった、ありがてー、3200、ありがてー。ここにもなんかビルが建つのかな今後。2匹もいる、かわいい、待ってね、君から行こう、君から行こう、かわいい、なんで2匹もいんの、やばちょっと待って、待って、あのワンちゃんかわいがる時間が一番ボーナスタイム。あ、ドクード持ってないんか今、あげれない、え、2階なでちゃった、ごめんねごめんね、ちょっと嫉妬してるよねごめんね。君、次の君の番ね、うわかわいい、これあのビルの上にいた子だよね、光家の上に。どうしたの、何かわいすぎだろちょっと待って、これちょっと撮っていいですか、写真を、ついについに写真撮っちゃっていいですか、違う、これ自分を入れる、自分を入れる、エモート再生とかもできるのか自撮りで、待って、自分を入れるのはこれかで、エモート再生しようか、あ、いいね、待って撮りたい、で撮んの、こうか、よし、あ、でもマジで映ってないじゃんあんまり、待って、でもむずいな顔映すの、なんか変なショットだな、変なショットだなこれ、他の妹ないのか、他の妹、グッドじゃなくてポーズ、ポーズ、他のポーズ、他のポーズしてみて、何その動き、それしかないんかレパートリー。だってワンちゃん映んないんだけど、あ、もうもうこれもういいやこれでもういいよ映んなくて、かわいい、ありがとうねワンちゃん、またドッグフード持ってる時に来るね、持ってたはずなんだけど、え、
何ついてくんだけど、嘘でしょ、これか、もう家族ってこと、家族ってこと、これもう、一生一緒にいてくれやってこと、もしかして。ここにもあんな、いっぱい。じゃあ回収しとくか。アジトに戻る。うわー、でもサブミッションのタヌキも探したいね。タヌキのやつマジで忘れたかな、全然。よっしゃー、で、これも回収すると。なんで 2匹もワンちゃんいるんだろうね、ここに。謎だな。よーし、まあとりあえず戻るか、一旦北に戻ると。でも変なことはできないからな。オッケー、待てよ、マップ一応見るか。アジトはここか。オッケー、アジトは、あれ、マップどこだ、あれ表示されなかったっけ、こっちか。行きまーす、じゃあ、とりあえず。でもなんか敵あんまいない、もしかして今。なんかあんまり敵がいない仕様になってるのかな、もしかして今は。可能性あるよね。全然いねえじゃん。ラッキー。ゆっくり歩いていこう。この雨が降った後の街、俺好きだな。今意外とこの霧の中入っても大丈夫なんじゃね。あ、ダメだわ。ダメだわ。しかも止めてくれる経験もいねえから死ぬわ、これ。やっべ、戦うしかない。嘘でしょ。はっ、あー、でもそんな強くないね。これ戦っても意味ないよな。あー、めちゃめちゃ良かった。でも戦っても意味ないんだよな、これ浄化できないからさ。まあ、いや、ちょっと、もうそうだね、戻ろう。あー、いっぱいできるわ。バレないように戻りまーす。やべ、誰とも目を合わすな、街中で。さあ、帰ってきたぜ、アジトに。結構近かったな。あー、ここにも公衆電話とかあんのか。え、待って、このさ、傘ってあの傘なんじゃないの、あのサラリーマンが持って、サラリーマンの亡霊が持って。黄色い、絵が黄色い、違うな、あんな可愛い傘持ってないか。待てよ、なんとか戻ってこれたな。戻ってこたね、入ろう。さあ、ここに手がかりはあんのか。うわ、なんだなんだ、これあの回想のシーンと一緒。誰だ、マリカ、違うな、髪こんな長くないもんな。誰？写真の、おお、ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない。あの口の悪い男と。で、助けたいのね。知ってるんだな。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。おもちゃって言うな。力が必要でしょ、彼の。でもどこに連れて行かれたかわからない。あなたやっぱり気づいてないのね、彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え、どういうこと。これ彼に渡してくれる、大切なものだから。なんだ、財布か、なんだこれ、スイカに見えるな。スイカケース。え、誰なのこの人。おお、消えた。待って、何なんだろう今の人は。でも今の人もなんか技使いってことだよね。なんだろう、幻覚だったのか、本当に。別に手渡されたわけではないのか今。 KK か、この子供は。そしてお母さん、 KK の過去に何があったんだ一体。なんだ、お、外に出る。あ、なんだ、何この、真っ黒クロスケがいる時みたいなやつ。あ、取れる。あ、あなたでも使えるもの用意した、手助けができるのはここまでは、あとは自分の力で切り抜けて。リョーコ、あの人リョーコっていうの。まれびとの視線を遮る茂みを発生させ、隠れることで見つからずに行動できる。なるほど、そんな能力が、これか。うわー、めちゃめちゃでもバカにされてんな、あなたでも使えるものって。
この機械とかは使わないんか別に。まあ使えないか、そんな急に。ここら辺のやつはもう全部見たもんね、前回来た時に。一個戻ろっか。あー、これも見たな。戻ろっか。もう食器洗ってから行ってもいいけどね。で、KK が帰ってきた時に食器洗っといたよっていう、もう同棲してる彼女感を出していくか。女の人が言ってた、つながりって、つながり、冗談だろ、どういうことだ。ちょっとこれどうやって使うか俺いまいち分かってないけど、まあ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 、場所によってってことかな。おー、なんだ、やばそうだな。一回回復ゲット。カリン島だ。KK がいる。あ、まだ繋がっているんだ。なるほど。KK の力がまだあるんだ。かっけえ。俺たちは繋がってんだ、KK と。待てよ、大丈夫か。で、なんか敵がいっぱいいるところではこの茂みみたいなのを出して隠れろってことかな。待てよ、これ大丈夫か。近づかない方が良さそうだな。これ回収しよう。でもあんま意味ないんか、回収しても。ミルクベリーだ、ホテルミルクベリー来た。敵にね、いっぱい。でも見つかんないぜ。うん、大丈夫そうだな。金拾ってくか、一応。よし。で、こっち感じるぞ。匂いとかすんのかな、この黒いの。どんな匂いするんだろう。パンとかが焦げたような匂いしそうだな、これなんか。いや、パンの焦げって俺嫌いじゃないけどな、あの匂い。お、なんだなんだなんだ、びっくりした。なんかめちゃめちゃジャンプ力上がった今一瞬。よし。あー、まずい。これちょっとスニークするわ。こっち向くなよ。はい、銃刀法違反。お疲れい。俺も警察みたいになってきたな。 KK と一緒だ、繋がってるって。そういうことか。あ、ワンちゃんの声聞こえた今一瞬。けどごめん、ちょっと待ってくれないか。今は君に構ってる暇はないんだ、ごめんな。あ、まずい。あー、いるいるいる。あ、やばい。あ、見つかった。あ、見つかった。一回出していい、これ。おもろ、これ。フォートナイトじゃん、これ。フォートナイトであったぞ、こういうの。ブッシュって言って、これね、本当にバレてないっすか。そんな幽霊バカじゃなくないっすか。突然そんな渋谷の街のさ、道に現れたこんな草の中ってバレるだろ。あ、でも意外と、いや、バレてますね。逃げまーす、走って逃げまーす。あれ、待って、まずい。あー、いや、あるわあるわ。ちょ、一回逃げるわ。あまりに追ってきたら、追ってきてる、あまりに追ってきたら弓矢で攻撃するけど、あー、大丈夫そうだね。よし、追ってこう。あ、ここにもあるじゃないか。かっしーよ。よっしゃー。で、こっちか。お、神社。これあの最初来たところか。違うのかな。うわー、マジか。いっぱいいる。あ、イットもいる。ケンケンパ、かわいい。あ、生徒会長。切り抜ける。妹を助けるためには KK、あんたの力が必要だ。あの草を持って移動できればいいんだけどね、メタルギアみたいな感じで。それは多分できないもんね。てかこれ別にさ、正面から行く必要って全くないよね。え、違うのかな。こういうところから、こういうところから行く、これでいいよね。おいおいおい、簡単じゃねえか、切り抜けんの。幽霊ちゃん、僕の目を欺こうだって。まずい。めっちゃこっち向いてるんですけど、なんでこんなこっち向いてんの。ちょっと待って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 、近寄れねえ、やべえ。いやー、攻撃するか。行くぜ。ほい。あ、バレた。ダメ、入ってない。あ、まずい、バレた。あ、やべ、なんかやばいかもこれ。あれ、なんか変なやつまで。あ、やばい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 、これやばいかも。やべ、ちょっと待って、これやばい。走れ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 、開かないこれ、開かねえ。ちょっと待って、いや、一回草生えて、よし。あー、オッケー。危ない危ない、バレるとこだったぜ、もうちょっとでな。あー、まずい、こっち来てる。あー、近い。意外とバレない、草。あ、バレた。あ、奥か、てか、やべ、めっちゃいる。いや、もうこれもう行っちゃお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 う。
どけ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 ゴリ押し最高。そんな場合じゃない。おい、なんか椅子投げられたぞ。椅子そんな場合じゃないって何、バレてるからってことこれ。じゃあ全員倒さなきゃいけないってことこれ。違うな、これ多分あれだな。分かった、たくさん草生やしとこう。はい、あらかじめたくさん草生やしといて、一回逃げて見つかんないようになってから、ありがたいお茶、あー取れない、見つかんないようになってから来ようか、もう一回。よし、行く行くぞ。うわ、どうしようかな。あー、いるね。これスニークできそうだけどな。あ、てか今いけそう。で、待てよ、草に張り込む。さっき設置した、え、なくなってる、やばい、今開けて、あぶねーくねこれでもいいんだよね、別にいいもんね、別に。よし、勝手に閉まったろ。いるのか、KK。お、あった。でもそんな簡単に封印なんて解けないもんな。簡単に解けた。そんな簡単に？あ！遅えんだよ、ノロマナ。なんだよ、助けに来てやったのに。分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。は？あいつ生きてるのか。いや死んでまで世話焼きとはな。やっぱ亡くなってるか。家族だろ、あんた。助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。おお、そうやって入るんだ。おお、戻ったな。はい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 。お前の連れか。連れだね。ああ、仲良くしてやってくれよ。仕方ねえな、遊んでやる。かっけえ。やっぱ KK マジでかっけえな。さあ行こうか。まず焼いてやろうって思ったら火がね、終わったなこれ。一気にぶっ飛ばしてやる。うん、できないよ KK。 どうする？もう火がない。あー、終わりだ。え、なにこれ、絶対共鳴の発動。え、すげえ。すげえ。こんなんできんの？悪いけど強い。終わらせるよ。なにこれ絶対共鳴って。もう一回できる？登場はしねえぜ。もう一回できる KK？一回だけ、一回だけ一回だけなんか、絶対共鳴は。さすがに何回もできたらもうぶっ壊れだもんな。待てよ、しっかり溜めて。はい、危ねえ危ねえ危ねえ。はい、しっかり引き抜いて。はい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 、はい、よし、で、危ねえ。よし、で、気をつけて撃つ。しっかり溜めて、ラストか。 OK、終わりだ。千年早いわ。すごい力。よし、俺たちが共鳴すればこれぐらいできるってことだ。なるほど、二人での共鳴なんだね。
ワイヤードレートが最大の時、強力な戦闘モードである絶対共鳴を発動できる。なるほど、ゴーストワイヤー東京っていうのはゴーストとの共鳴。なるほど。攻撃でマレビトのコアを露出させやすくなる。発動した瞬間にエータルショットの能力、霊力が最大まで回復し、周囲に衝撃波を発動させる。強すぎ。最強じゃん。これだけでいい。なんだ？なんだ？なんだなんだ？うわー、なんかやばそうじゃね？え？どっからだ？光絵あたりかな？光絵っぽくね？光絵が光ってるみたいな。始めやがったな。マリー、時間がない。急ぐぞ。え、これ絶対光絵じゃない？違うのかな？お、鋼鉄都市。お、第三章来た。チャプター3。どこだあれ？あの光、北東の方だな。北東って言われてもあんまりわかんないんですけど。あ、またサイドミッションが。鬼。そして誰もいなくなった。怖。ママどこ？サイドミッションもやっていきたいね。どこが光ってんだ？ここか。あ、違う。江戸時代の大盤。まあいいか。多分自力で迎えってことなのかな。霧を消すぞ。オッケー。浄化して。光の柱へ向かうって書いてあるんだよ。よし。おお、いいね。これで新しい場所に行けるってことか。なるほど。あの女の人、仲間なんだよね。リンコのことか。リンコ誰だ。さあな、どうとも言えん。どういう意味？どうとも言えん。仕事仲間だ。仲がいい。あ、仕事仲間なんだ。いや、仕事仲間とも仲いい方が円滑に進むでしょ、仕事もね。えまさか、まさかここ。違う、待てよ。できるはずだ絶対に。待て、リベンジマッチと行こう。ある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 、来た来た。リベンジマッチと行こう絶対。ちょっと待て、まず手洗おう。まず手を清めよう。あ、え、なんかある。でも本当になんかあった。スイカだ。清めてあるスイカ、これもこれで食べよう。これ食べ、あ、今お腹いっぱいだから食べれないわ。まあいい。でも清めてあるスイカゲットで手も清めて、いくぞ。マジやるぞ。いくぞ、頼む。今日なんて出るね、もう。俺はあれ根に持ってるからな。さあどうだ、どうだ。末吉かもなく不可もなくだな。そこは今日出ろ。あ、やめてやめて、 BGM 流そう。なんかじゃあ、BGM 流すのやめて急に。ということで皆さん、今回のパートはここまで。また次回やっていこうと思います。光の柱へ向かおう。だいぶストーリー進んだけど、サイドミッションもちょっとやっていきたいね。はい、ということで、まあ、サイドミッションも次回やりつつやっていこうと思います。ということで、ポッキーでした。なんかエンド BGM になってみてるけど。じゃあバイバイ。